以前もエコテクさん、来させていただいたんですけれども、はい、急遽2024年7月の29日から、はい、ここ、はい、新しい場所でスタートされたということで、はいはい、こちらの場所から教えていただけますでしょうか。埼玉県ですね。埼玉県川口市、はい、八幡木 2-5-1、飛んで埼玉の場所になります。大好きだった埼玉にやっと来れましたね、はい、やっぱり東京都だったからみるみるランド。宝田さん、今回ご夫婦で出演していただくことになりました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いつもはね、旦那さんの宝田さんのみだったんですけれども、今回は奥様も一緒にということで、よろしくお願いします。はい、今回の引っ越しいかがでしたか。大変でした。大変でした。はい、もう全てが急だったんで、はい、大変でした。っていうね、奥様なんですが、実はもともとね、すごくアウトドアがお二人ともすごく好き で、はい、でそういったことも一緒にやって、さらにこのね、取り付けも前回私たちのミルリーに取り付けてくれる時も二人でね、すごいサササササッとねやっていただいた感じだったので、息がめちゃめちゃ合ってるんですよね。で今回エコテクさんのルーフテント、そしてね、いろんなグッズを拝見してきたんですけれども、奥様の役回りっていうのはどういうところにあるんでしょうか。はい、いいですか。早かった。ここでカミングアウトします、はい、皆さんから僕は社長社長って呼ばれてるんですが、はい、僕は社長ではなく、はい、平社員です。平社員、はい、で彼女が社長になります。はい、すごい、私も知らなかったです。今初めて知りました。はい、私が社長でございます。私が平社員です、はい、だから汗水垂らして働く。おお、すごい、ちゃんと指示を聞いて。給料ないんですよ僕はい、奥様の言う通りだったら給料はもらえないと。もらいたい。そういう会社結構ブラックでした。はい、結構ブラックでした。ERC がブラックです。ブラック企業。ブラック企業でした。はい、メルメルランド。なんでこのエコテクさん、じゃあ立ち上げようってなったんですか。まあ立ち上げるというよりかは、やっぱり防災っていうのが一番メインで、まあ、どうしてったらいいんだろうねっていろいろ話してて、じゃあまあ車使って逃げても、結局のところうちも犬も子供もいるんで、はい、どうにもなんないよねって話の中で、じゃあまあ寝ることさえできればいいんであれば、まあそういった大きな車で中で寝るかっていう話にもなったんですが、はい、やはり犬5匹と、デブ2人と娘1人だとやっぱきついんですよ。そうなんですよ。犬5匹ですか。はい、5匹ですね。何ボストンテリアっていう中型犬ぐらいありますか。うちのは中型犬ぐらいの大きさです。10キロぐらい。10キロぐらい、50キロいるってことですね。50キロとお二人と娘さんが、ね、いらっしゃるので、まあ、家族4人分ぐらいは軽々とあるかなというスペースが必要だよねと、はい、その時に乗用車1台では間に合わないぞと。車の居住スペースを増やすってことが不可能ってなった時に、はいはい、プラスアルファをしていかなくちゃいけないってことで、はい、やっぱりその世の中で100年前からルーフトップテントっていうものをじゃあ作れるんであれば作っちまえっていう話でやり始めたんですね。で、まあそれを使ってやっぱり避難っていうもの、うん、僕らが実践して使ってそれを世の中の人たちに広めたいっていう、まあ単純な認知訴求活動をしているっていうような啓蒙活動ですね。をやれと。やれと、はい、社長が、はい、社長が、はい、そこにこう目をつけたのはやっぱり家族を守りたいとか、そうですね、そういうところが一番。動物がいると普通に避難所に行けないっていう現実を、うん、目の当たりにしたので、はい、我が家は車で生き延びるしかないってなった時に、なるほど、すぐに思いつくのはまあキャンプ、そうですね、っていうのが一番だなと思った時に、ただテントを床、うんに広げるそのスペースとかいろいろなことを考えた時 に、 確かにテントを作ってしまうと身軽に移動ができなくなっちゃうなっていうので、どうなんかないのかしらっていうお話をしたところにいろいろ調べたり知ってたりするので、こういうのがあるよ、ああいうのがあるよっていうのが今回スタートになってたんですね。でやっぱりその自分たちが一番欲しいものをまずは作っていこうっていう、はいはい、
感じになったんですかね、はい、そう。だからあの4人乗りのやつがいつもエコテックさんの車に乗せて常時ね乗せてあるんですよ。でそれなんで一番大きいサイズなのかなっていうのはちょっとした疑問だったんですけれども、はい、今のお話で4人が寝られるスペースなので、はい、さっきのねワンちゃん5匹と娘さんとお二人っていうのが、はい、しっかり過ごせる空間になるように、はい、あのサイズも作ろうっていうことだったんですね、はい、すごい。みるみるランド本当はキャンピングカーとかトレーラーハウスとか、うん、まあその辺がいいんでしょうけど、まあ諸条件含めて、はい、なかなかそこまで手が届かなかったりとか、まあ駐車場の問題とか起きなかったりとかあるので、はい、うん、まあギリギリのところでルーフテントっていうところに、うん、落ち着いたかなというところで。そうですね、言われてみればね、トレーラーとかそれこそねアメリカにいらっしゃったこともあると思うので、トレーラー走ってる姿とかね実際使ったこともあるかもしれないですし、トレーラーハウスはね、うん、逆に僕設計して自分でも作ってたんですよ。あ、そうだったんですねそうなんです。ただ引くってなるとやっぱりこう日本の道路交通事情とか、うん、場所のスペースの問題だったりとかっていうのが出てくるっていうのは絶対的にありますね。そうですね。だから東北の震災の時に、釜石とか、まあその辺ちょっと事情があって行かざるを得なくて行って、うん、その時にやっぱり機動性っていうものが一番やっぱり問われたんですね。あ、うん、で機動性の中でみんな足止め食ってる中、まあちょっとしたその軽い車とか、うん、あの軽だったりとかが普通に行けるような状態があったので、うん、まあその辺含めて僕らは居住性よりか機動性を取りたいっていうのがあったんです。もう本当にそれは現場を見ていたからこそある知恵っていう感じがしますね、うん、そうですね、うん、やっぱり道路がちょっと壊れてしまって、うん、こう大きな、ね、あの車だと通れなくても、まあ、乗用車だったら通れるスペースが残ってたりとかすることもあると思うので、うん、そういう時でもちゃんと動けるような車でさらに上に居住性も確保できるよと、なので折りたたみっていうことになりますよね。すごい、なんかやっぱり聞いていくと全然その哲学というか元々の発祥がやっぱり社長でしたまあぶっちゃけ貧乏なんですけどねでもあのやっぱりみんながみんな今本当にキャンピングカーって1000万円台とかザラなので、あのやっぱりスタートがねこのエコテックさんのやつだとなんなら10万円台からね、20万円切るところからスタートしてるっていうのはすごく取り入れやすいなっていうのは、まあ、あの、うん、考え方が全く違うと思うの で、 そうですね、僕もキャンピングカー大好きです、うん、でもやっぱりキャンピングカーと、ルーフテントっていうものの考え方の、やっぱり捉え方が違いすぎたなっていうのがあって、出発点がね違いますよね、はいはい、当然ながらね、キャンピングカーで避難されてる方たちもいて、うん、すごく快適に過ごしていて、まあ、そういうの見てると僕らもいいなって思うんですよ羨ましいですね。そうです。でも僕らには限られた、まあ、枠の中で何ができるのかって言った時にこれしかないねっていうだけのことなので、まあ、その中でもやっぱりその機動性を取ったりとか、うん、すぐつけてすぐ外せるっていうところもありますし、あ、そうですね、もし何時これを積んでることによって障害が起きるんであれば、まあ、それをすぐさま取り外して、うん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 、ことも可能ですし、はい、で、うん、あと車の乗り換えってなった時もやっぱりそのままもう使えると思うので、そこもすごく利点としてはあるのかなって思いました。そうですね、うん、なので車も選ばないですし、あの基本的にはあのそういったところでの使い勝手のやりやすさっていうのはあるんだなっていうのをすごく感じます。オープンカーにはつけられませんよ確かに、確かに、オープンじゃなくて、ま、オープンカーの人は多分もう一台ぐらい持ってるから大丈夫だと思いますいや一度ユーノスにつけてくれってお客さんが言ったんですよ。あ、そうなんですか。いや無理ですかちょっとね骨組みというかね元々のね強さが違います。ノルウェージを組んでくださいっていうねまずはそこからっていう感じですね、はい、なのであのそういったオープンカーにはつけられないけど、大体の乗用車にはもう軽からねつけることも種類によってできますので、はい、いろいろね選べるのもすごく嬉しいです。みるみるランド、ただいまですね今撮影をしてましたら雨がね今日ちょうど降ってきました。で雨降ってくるとちょうどこういう感じでねこの下がちゃんとね使えるんですよ。
これもねすごく嬉しいですし、あとやっぱりいいのが撤収だなって思いました。でやっぱりキャンピングカーのいいところってすぐにね撤収ができたりとか、あと設営がほとんど必要ないっていうところなんですけれども、逆にテントで行きますと全部広げて、さらにそれを全部撤収して、なんなら雨の後っていうのはこれ乾かさないといけないっていうね、結構そういう手間がかかるんですが、このルーフテントですとやっぱりそれがね非常にその中間を取って楽にできますよと。で帰って干す時もね、そのまま干しておけばいいので、かなりお手軽ですし、そういったね利便性もあるなっていうのが分かりました。でちゃんとねこうやって伝ってきてくれて、下はねまた屋根のようにして使えるようになってます。これだいたい何ミリぐらいのこの防水ができるのか教えていただいてもよろしいでしょうか。あ、4000ミリですね。4000ミリ、はい、大体の雨はもうこんな感じでバシバシね、そうですね、弾いてくれるっていうのがね分かってますので嬉しいです。結構降ってくると滝のようにこう落ちてくるんで。本当ですね、さっきねめちゃくちゃ降ってたんですよ、でだいぶね上がってきました。みるみるランド。じゃあこれからねこう使っていく中でどんな風に使うとやっぱり楽しめたりとか、こういう風にルーフテントってなかなか使うことってないと思うんですよ。持ってない方はちょっとイメージが湧きづらいと思うので、はい、こんな風に使えて便利だよとか、こういうところはちょっと困るなとか、なんかそういうのとかっていうのありますか。私はよく家の前でテントを広げて、その中で読書したりとか。はい、お家のもう一個、はい、そう室内として、はい、へえ。その理由はですね、はい、家の中にいると犬小屋状態なのでそこに避難をしてるってだけのことなんですよ。要するにもう防災なんで彼女の避難所ってことですね。そうそうです、はい、すごい日常から避難所として使われてる、はい、そうなんです。快適に過ごせたりします。おー、で出したり入れたりとかっていうのは女性ですけれど、どうですか、はい、実際やってみて。全然問題なく。問題なく、はい、基本私ができるっていう、私が設営できるっていうものが基準になってるので、はい、なので娘もほぼほぼ覚えてきているので、うんうんうん、はい、娘にも何かあったら車っていうふうに、はい、あ、なので私ができなかったらあなたが開けるようにならないといけないねって言って、うんうん、まあ一緒にキャンプ行った時とか手伝ってもらって設営したりとか、うんうん、わあ、はい、ちなみに、娘さん何歳ぐらいですか。12歳です。12歳ですか、はい、12歳の女の子でも手伝いながら一緒にできる、はい、ようなイージーさで、はいはい、設営が、ね、できるっていうのはすごいいいですね、はい、でも今日はバックれましたけどね、手伝いって言ったら、はい、そう、レイナさんには会いたいんだけど映っちゃうんだったらいけないなっていう。ああ、そうです、ちょっとねまだ12歳シャイなところだと思いますので、はい、会いたいって言っていただけただけでもう十分ハッピーですありがとうございますはい、じゃあねこれから選ぶ方たちに、選ぶ時にこういうのおすすめですよっていうのをちょっと教えていただけますでしょうか。まあそれぞれうち 1,2,3,4,5 タイプあるんですけど、はい、それぞれの使い方によって変わってくると思うんですね、うん、例えば要するに T9 9番ですね、はい、ミリリーグについてるものとか、はい、まあ その辺っていうのは車中泊プラスアルファって考えで、つけるにはとても使いやすいのかなと。で、T8 とか、まあ、横型のものに関しては、はい、キャンプも何でもできるってタイプで、うん、アネックスっていう部屋を接続することもできたりとか、拡張性があるってことですね。はい、で T10 も同じですね。それに関しては T10 に関してはソフトカバーっていうかけるタイプになるんですが、うん、思いのほかハードカバーと性能差はないです。逆に軽くて使い勝手はいいと思います。で一番はやっぱり金額的にも下げられるってことなの で導入しやすくなってくるのかなと。そうですね、はい、それとまあソフトカバーなんで結構中にいろんなものをこう突っ込んで縛ってしまえば済むんで、うん、うん、であとまあ T10 であってもその拡張性であるそのアネックスとかも引
けるので、そういった防災的なものだけではなく、やっぱ楽しんで使えると思うんですね、うんうんはい、T7 に関しては逆にですね、はい、コンパクトカーというか、まあ、1000cc クラスの車両ですね、うん、トヨタで言えばアクアとか、はい、まあ、小さい屋根の小さいモデルでも乗せられるよというタイプになってます、うんうん、まあ、実際あれに関してはポルシェ911に乗せたいっていうのが要望があって小さくはしたんですけど、お、まあ、そのぐらいの屋根サイズでも乗せられるっていうタイプにはしてあります。でもかえって広げてあげるとね、幅が広くなってたり、うん、奥行きが広くなってたりっていう ね良さもあったりしますので、ね、そうですね、まあ、あとはあの横型にこうパカンって開くっていうのが通常なんですけど、キャリアの組み方によっては後ろ側にパタンっていうことも可能なので、うんうんうん、かなり使い勝手はいいと思います。ただ、はい、あれに関してはその上に何かを積載っていうのはなかなか難しいのかなというのはあるんですけど、うんうん、テントとして使う分には非常に、使いやすいモデルになっている。うん、そうするとやっぱり自分の車とかあと用途に合わせて、ね、じゃあどれがいいですか、もちろん金額が違いますので、うん、予算っていう点でもあると思うんですけど、そういうのも宝田さんたちに ご相談させてもらいながら、これがいいんじゃないですかっていうご提案もしていただけるような感じになりますかね。そうですね、うん、何が一番好き、うん、私は自分の車にも乗ってますけど、はい、T8 が T8 が2人が寝られるタイプのものに、ね、はい、なってるんですが、はい、それが一番好き。 そうですね、その理由は何ですか？2人だけ、私娘と2人で行くんですけれども、うんうんうん、その時もいいですし、人数が増えたらアネックスをつけて拡張して、うんうんうん、まだ中にアネックスの中に寝ることもできるので、はいはい、そうすると、はい、で駐車場に泊まったサイズでも開けることができるので、あ、なるほど、あの場所を取らない。そうですね、 TX の魅力は大きいんですけど、うんうん、やはり広がる分場所確保が必要なんです、ね、そうですね、今回もミルリーゴをちょっとね、はい、端に寄せるっていう作業が必要になったので、確かにそれはありますね。そうですね、車のスペースでほぼほぼ完結するんで、ちょっと休憩するにもガッと開けて、あ、いい景色っていうこともできるんで、はい、しやすいですね、はい、コンパクトですね、拡張性のあるコンパクトさがあるっていうのがやっぱり一番いいですってことですね、はいはい、宝田さんはちなみにどれが一番好きですか？僕ですか？はい、僕意外と T7 好きなんですよね。 T7 この、はい、この小さいサイズのやつですね、はい、その理由を教えて。あれ寝心地いいんですよ。あ、体大きいからね。宝田さんが結構ね、体大きいから、穴ぐらに入っているような状態で、あ、すっぽりハマる感じがね、はい、カプセルホテルじゃないんですけどね、意外と気持ちいいんですよ。なるほど、はい、アナグラスタイルね、アナグラスタイルね、はい、確かに TX いつも使ってて、はい、すごく広くていいんですけど、はい、かなり余るんですよ。寂しいですよ、ね、そうですね、こっち側の部屋が寝てる、こっち側の部屋ががっぽり開いてて、確かに、で、だいたいそこには脱ぎ散らかしたものがあったりとか、まあ、あの荷物とかね、そうです、あの飲んだ酒とか飲んだものとかこう転がってたりとか、片付けるのが嫌になってくるんですよね。嫌になりますね、空間として寂しい上にちょっと汚れ物があるぞという、状態になってきたら、で確かにこうね、こうシェルターみたいにちょうどいいぐらいの方が実は良かったりするよ。片付けしながらやるんで、あれだと片付けしないんで朝起きた時すえた気分になるんですよ。うわ、またやっちまったなっていう。そうですね、はい、確かに、なのでやっぱり意外と広ければいいというわけではなく、コンパクトなのが実際使ってみるといいよっていうのがあるっていうのが、ね、うんうん、本当コンパクトなの、自分の本当身の丈サイズじゃないですけど、コンパクトさっていうのはすごく気持ちがいいですよね、フィットする感じがありますよね。あと身近なところも綺麗にしながら使うってことで、すごくねクリアに使えるよっていうのもありますし、あとねやっぱり私はねミルリー号に乗ってるので、あの背の高さがねすごい気に入ってるんですよ、うん、なのでそれもねまた違うやつ乗ってたら違うかなとは思うんですけれども、うん、結構ねあの開放感ある背の高さと窓がね3面にあるので結構良かったですね。あのミルリー号のこのひさしのやつをひっくり返しました。こっちみたいに、あのひさしのこのやってないです、いつもこう張り出してました。そうでしょ、ベロってやると全然違います、すごい開放感。そうなんですね、今ここでやってるじゃないですか。やってます、やってます。あれで寝っ転がると真上が見えるんで、
そうなんだ。天気のいい日はめちゃくちゃいいですね、それ。まあ、最近雨降ってきても、このパネル閉めちゃえばなんとかなるんで。あー、そっかそっか。意外とね、そうやって使い方教えてもらえるといいですね。日差しあるので、毎回毎回私たちは出して使っていたんですけれども、それパカンって上げちゃうよっていう方法が、そうですね、後でここに寝転がってみてください。みるみるランド。じゃあこれから T7 のこのね折りたたみをやっていただこうと思います。お願いします。はい、まずは中に屋根の中にテンションバーが、はい、うん、テンションバー、つっかい棒よりかっこいいテンションバー、はい、はい、まずそれを、はい、抜きます。フロントのフラップを下げます。はい、これは一番ね宝田さんお気に入りの、はい、はい、で本来ならばはしごを持ってひっくり返すんですが、はい、まあちょっと高さも低いもんでこのまんまひっくり返しちゃいます、はい、屋根にあるときはこのね簡単にはしごでできるんですけど、はい、早かった低いときも早かったですはい、こんな感じで、であとこの上にカバーをかけてあげれば、はい、それで OK、そうですね、カバーが、うん、袋状になってるんで、はい、あー、なるほど、ゴムがついている感じですね。そうですね、ここに全部ゴムがついてるんで、はいはいはい、ええ、ここですね、まあ、ある程度かぶしちゃえばこの状態で、まあ、車の上にあったとしても、はい、片側ずつ、はい、やってあげれば、そうですね、このようにかぶしてっていただければ、はい、またですね、ええ、これはしごってこのまんま乗っけたまんまでいいんですか。そうです。あ、じゃあ本当お手軽じゃないですか。であとこっち側も引っ張ってあげて、ね、はい、まあこのような状態で、まあ、いいですよ、レイナさん、いいですよ、はい、基本的にこれでまあ大体終わりで、まあ、あとはこういうふうにバンドも一応あるんで、走行時バタつかないようにベルトを締めることもあります。 あと角角は下でパチンとはめるようになってるんで、パチンとはめられるようになってるんですね、はいはい、ちょっと今これ展示用でしちゃってるんで、そうですね、これちょっと展示用なのであれですけど、はい、車に普通に取り付けてたらこうカシャンとしてあげることでもうそれ以上は動かないようになりますよって、はい、でまあ、逆の到着しましたってなったら、まずはそのカバーを外して、はい、で本来ならばはしごを持って、はいはい、引っ張ります。本来はこういうふうに全部伸ばしてこういうふうに引っ張るんです。結構の原理を使ってってことですね、はい、なんですけどちょっと展示で低いんで、はい、車の車両のね上にあるのが通常なので、はい、なのでちょっと手でいきます。これが引っ張り込むやつですね。 だいぶ簡単ですね、はい、はい、あっという間に、はい、で、ここに置いてあるテンションブロットを出して、はい、フロントをパチンと上げます。ここがパチンというまで上げてほしいです。うん、これですね、はいはい、であとはこれを差し込めば、さっき学んだテンションバーです。テンションバーです。突っ張り棒です。突っ張り棒です。はい、以上です。はい、お邪魔します。お、あ、確かに、なんだろう、幅と足元までが広い感じしますね。実際広いです。で広いです。4方向空いてるっていうのがいいですし、あとね、ここの真ん中が一番ね、こう高くなってます。で私たちの9の方は端っこが、大きくなっているんですが、本当なんかね、穴ぐらな感じがするので、ちょっとこう自分のね、秘密基地っぽい感じがします。でもちゃんと座った時に全然ね、上に当たることなく座れるっていうのもとてもいいです。でやっぱり広いですね。ここが違います。みるみるランド。最後に、じゃあこれからね、選びたい方とかメッセージをちょっといただきたいんですけれども、はい、じゃあ最後に、岩木さんが寄ってきた。はい、じゃ
ね、最後に、はい、エコテックの社長から今回はメッセージいただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、我が社のはいろいろな用途に応じてタイプもありますので、一番いいのはいらしていただいてチャレンジしていただいて選んでいただけると一番いいと思います。そうですね、やっぱり実物が見られると、はいはい、実際に、ね、寝転がったりとか空間の、ね、はい、感じが感じられた方が選びやすいかもしれないですね。そうですね、はい、うんうん、体感していただいて選んでいただけるといいと思います。ね、喋れないでしょ。この楽しそうなね、ご夫婦のね、この感じがね、めちゃくちゃね、いいんですよ。すごい仲いいくせにね、こうやってね、いじくり合ってね、こうつつき合って、でもね、楽しく仲良くやってるっていうのがね、このエコテックさんのいいところなので、それも見にぜひいらしてください。お願いします。はい、今回はいろいろと教えていただきまして、ありがとうございました。ありがとうございました。